セビガネラはイタリア共和国ピエモンテ州ベルバーノクジオスソラ県にある分離集落。谷底に位置する村に太陽光を導くため2006年に巨大な鏡を設置して話題となった。かつては独立した自治体であったが2016年1月1日、セッピアアナと合併し新自治体の一部となった。ビガネラはベルバーノクジオスソラ県北部に位置し、 スイス国境にも近い村である。アルプス山脈の高い山々に囲まれたアントローナ、ダニに所在する。ドモドス空から南西へ1 0トル、県とベルバーニアから北西へ3 1トル、州とトリノから北北東へ1 1 6トルの距離にある。コムーネとしてのビガネラは以下のコムーネと隣接していた。アントローナダニは、 西から東へと向かって流れる川に沿ってうがたれた深い谷であり、集落は海抜580メートルほどの場所にある。村の北には2000メートルを超える山がそびえ、村の南には1500から2000メートルの稜線が東西に横たわっている。こうした地理的条件のため、冬季には長期にわたって村に直射日光がささない。その期間は、 毎年11月11日から2月2日まで、実に83日間に及ぶ。日照にかけた状況を改善するため、村は2006年11月、標高1100メートルの山腹に巨大な鏡を設置した。鏡は14枚の後半を組み合わせたもので、幅8メートル、高さ5メートル、重量は1トンを超える。鏡は、コンピュータ制御により方向調整が可能であり、 太陽を追尾して太陽光を反射させ800メートルほど離れた村の広場に届けている。これにより250平方メートルの地域で1日6時間光が差すようになった。鏡の設置にかかった費用は10万ユーロであり、これは住民1人あたりに換算すると450ユーロである。国立統計研究所は居住地区別の人口として以下を掲げている。 統計は2001年時点。ウィキメディアコモンズには、ビガネラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。